皆さん、おはようございます。経営コンサルタントの中野です。今日は2023年9月1日金曜日ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうかいよいよね。9月になっちゃいましたね。まだまだ暑いんですけどね。9月、10月、11月、12月ってことだよね。今年もあと4ヶ月で終わりですよ。 で、最後の12月はね、もう、あの、クリスマス気分一色なんでね、仕事、あ、仕事なんか手につきませんから。今年もあと3ヶ月って感じかな。ねえ、あ皆さんお仕事とかありますか大変ですか私の方もね、あのー、母ちゃんと一緒にね、住んでもう、 もう少しで丸3年になっちゃうね。早いね、丸3年ってね。介護生活丸3年入ってね。結構大変だね、やっぱりね。<laughs> 日中いなくて大丈夫かってさ、やっぱりひっくり返って、ひっくり返っちゃってる時があるからね。ひっくり返って泡吹いてる時はるさ、びっくりするんだよね、そういう時もね。ああ、もうだめかと思ってね。 一時間から二時間ぐらい様子見てね、ダメだったら救急車呼ぼうと思うんだけど、そのたんびにまあ復活するわけですよね。よかったなぁと思いつつね、いつまで続くんだっていうね、まあこれの葛藤ですね。まあしょうがないこれはね。はい。ところでね、今日、あた <coughs> 起きてびっくりしたんですけど、 ビットコインがね、元戻っちゃってましたね。えと思ってさ、あの、え ?400 万円上がったじゃんと思ったんですよね。家事監視だと。これ上がったでしょすごいちょっと。元戻っちゃったよ。もうこの元の木紙で380万円ですね。 だからここで、まあ400万円、4 0八万円とかね。これね。ごゆっくこれ440万か。グイグイグイっ言ってた。これ 今年中にね、ぐい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 って、今年中に1000万いくよって言ってたんだけど、これどうしたのってことでね、まぁ、あ、ちょっと、まあパッて見たら、あれですね、ビットコイン ETF が承認されなかったってことですね。仮想通貨ニュース。まあ コインポスト見れば大体大丈夫ですけどね。ここですね。すべての見物ビットコイン ETF 判断延期。速報ですね。今朝の、今朝の速報なんで。まあ今朝落ちたよってことですね。 ブラックロック、ブラックロック、延期されたのはブラックロック。ブラックロックの ETF 申請っていうのは99%通ってるんですね、今までね。うん。まあ、その1%の中入っちゃったってことですね、今回もね。まあ、これでまあ、ショックが大きくて、あの、ビットコインまた売られちゃったってことなんですよね。 まあ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 、あの、どうせ上がるからね。どうせ上がるから。すいません。どうせ上がるんだね。ちょっとょ。ここに比べたらさ、217万に比べたら、落ちて落ちて入んないんだけど、ちょっと、調べてみようか。 あ、逆にあれですかね。雲に当たって下がったって感じですね。あ、冷やしかこれ。冷やしでそうなのか。あ、冷やしか。冷やしでうまい動き来てるのか。ああ、ああ、でも大丈夫だな、これね。ああ、地高、遅行パターンに当たって下がった。と地高パターンに当たって下がりましたね。遅行。 上がりますね。これね。こ、は、れ、いまあ、雲,雲出るのにちょっと時間かかってるって感じですね。ここまで来れば。<coughs> 10月10日ですね。えーってことはあと2ヶ月で上がるのか。2ヶ月したら上がるのか。じゃ時間かかりますけどね。あと2ヶ月ぐらいかかるかな。うーん。 大丈夫だと思いますね。まあど、どうせ上がるからね。どうせ上がるから、あの、買っといた方がいいですよ。まあ、そしたら、これでね、2万とか1万とか、ビットコインので百100円とか200円とか、0. 点何円とかあった、0.1円とかあったわけだから、まあ、ビットコインも0.1円から始まってるわけだからね。まあ、もちろん、その時から持って、持ってる人は、超満長者ですよね。 兆兆円とか2兆円つけま,すまあ途中で途中でね5000円とか6000円で売っちゃってるわけですよね、まあ、500円600円で売っちゃってるわけですよねまあそうですねなんとなくここがこんな感じで見えますけどねでこうなるとまあ一回また冬が来るからと ここね、もう一回冬が来るかなと2014年2024年ね24ええいっそうとあとあと半年半年っていうかええー、半年ぐらい冬が来るのかなって気もするけどねうん シンプルなんだよね。こうやってね、くるっとしてるだけなんですよね。で、まあ、じゃあ、こうやってね、右肩上がりで、一かっていかなくて、ゆっくり、こんな感じで。こんな感じなんですよね。まあ、ちょっとね、長いね、これね。どうだうかわかんないですけど、まあ、つ次の山で、 一千万円の山で売っちゃった方がいいですよ、これで。一千万いかわかんない。次の次か。次の次の次か。ちょっと違うからね。まあ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 、こんな感じですね。あ次に、ドル円なんですけど、下がっ,下がってるんですよね、これね。下がってんだけど。まあ、145円、30銭。下がってんだけど、 あの、下がってるうち入んないからね。こう、突き足だったら、突き足だったら、あの、髭の中ですからね。上、上髭ですからね。で、周足でも、まあ、ちょろっとねあ。下に下がってるぐらいですね。陰線が出てるぐらいで、これ下がってるうち入んないですからね。はい。これでも下がってるうち入ってないですよ。上がるからね。これでも下がってるうち入ってないですよ。上がってるでしょ。 ね、だかこ,これはすごかったよね。1年がかりに下がってきたからね。うん。これでも下がっちゃいけないですよ。あの、復活するから。だから、今、今ちょこ、ちょこっとね、上の方で横横だったのがさ、ちょっと下がってもからって。じゃあ、これどうなのって。これも大きかったよね、これもね。今 ちとだけじゃないですか、うん、これもう、でも上がっちゃって、今持ってればさ、こんだけあるわけですからね。ああ、高値とか増しちゃった、つってね。うーん。540ピプス 850ピップスか。ちょっとわかんないですけど。<laughs> 結構ありますからね。うん。今下がって、下がってるからって、まあ下がる、もうちょっと下がるかもしれないけど、今日あれですからね、雇用統計ですからね、まあバタバタやってるだけですよ。ただ、あの、夕方からって上がってくるからね、夕方からね。 うん、あのヨーロッパ、ヨーロッパ時間から、大体3時半から4時ぐらいから。<laughs> で、これ122度平金銭ね、このオレンジ色がね。で、今こう引っかかってるから、もう、もう上がってきますよ、もう。時間が11時34分なんでね、午前中でしょうね。もう、もう上がってきますよ。はい。で、びっくりするほ上がっちゃうから、こう,こうねあっという、あっという間に、 ま、二時ぐらいでこうって、あっという間に前回高値上がっちゃってね。うわわわわって、<laughs> どこまで行くのっ,って。で、九時半かなこういう時。で、って下がるから、こうやってね。で、これで、ま、前回高値ぐらいで、落ち着いて、バキュアの上行くでしょうね。うん、こういう時ね、上だと思いますよ。下がってるうち入ってないからね、これね。こう、こう、これの方が下がってるでしょ。こっちの方が。 全然大丈夫です。だこういう4時間指、まあ4時間足とかさ、見ちゃうともうダメだから、ああ、もうだこれの終わりだとか思っちゃうでしょ、30分とか。下がってるじゃん、ダメじゃん、ショートじゃんと思うけど、ショート入れると助かんないですからね、ショート、ショート入れると、ロングですからね。今 <laughs> ただまあ、月き足見るとね、このストキャストが上いっぱいいっぱいになっちゃって、交差しちゃってるんですよね。下がるかもしれないね。可能性はあるけどね。だっこもこういってるからね、わかんないですよね。で、足足も上いっぱいいっぱいですね。日足も、日足はまだ下。もう下来てるの まあ、これから上行こうかって話ですね。あ、4時間足は上、これから上ですよってことですね、4時間足は。癒やしは真ん中ですね。うーん。はい、ありがとうございます。で昨日はね、あのー、まあ、じゃあ宝くじの研究してましたんでね、当たるんですってのがあるんですよ。当たるんです。 当たるんですってね、こ,れこうこれやってみたんだけど、ちょっと当たらなかったんですけど、あ、当たるんですって言ってたんだけど、当たらなかったんだけど、3種類あるんですよね。で、これも全部自動で買うことができるんですけど <laughs> これ、ね、スマホとかでね、パソコンで買うことができるんですけど、あの、免許証とかね、マイナンバーカードを。 写真で撮って送るだけで、まあ、大体1時間ぐらいであのログインできるんですよね。で、あのクレジットカードとかさ、あのペ,イペ,イペ,イペイ、ペイペイとかいろんなものでね、入金できるんですけども、<laughs> <laughs> 当選確率が高いんですよ。例えばこう当たるんですよ、2って言ったら、ね、 1>, 1位と2位やってるだけなんですよ。その、日本全国でやってる、競馬競馬じゃなくて、あの、オートレース。オートレースあるでしょ。公営競技の、オートレース、バイクのレース。こ毎日やってるんですよね、これね。毎日やってて、これ、まあ、だいたい夕方ぐらいからスタートしてるんですけど、これをね、やるだけで、例えば、あの、1位と2位やってるだけだと、 当選確率64分の1で8万9600円もらえるんですよね。ただ一口2000円するんですよ。うん。で、それでね、例えば、1個買うと、まあ、2000円買うと64分の1ですよね。まあ、2個買うと32分の1ってね。3、4、5。こう見て、10分の1の確率だったんだよね。あのー、 まあ10分の1は2万円ですよね。2万円で、10分の1の確率で、8万9600円。だから、当たりそうじゃない ?10 分の1だと。で、これずっとやっていくと、7分の1とかさ、こうやって2分の1まで行くんですよね、これね。あ、来た。まあ、32。 まあい、まあだから、1万2千円だから、6万4千円買うと、2分の1の確率で8万9千6の0円もらえるわけね。だから、期待値としてはマイナスなんだけど、期待値としてはさ、6万4千円かける2だから、12万4千円、0 12万8千円もらえれば、トントンなんですよね。そしたら、まあ、いや、ずっとやってれば、トントンですし、 まあ,あのねひょっとしたら、まああのお金増えていくるね。で、当たるんですって。書あって、あだから本当に当たりそうだなと思いますね。あの当然確率二分の一だからね、これね。で、こっちは、あの1位、2位、三位やってるんですよね。で当たると三十五万8千0 0円。これ1位、2位、3位、4位まで当てると。 84万もらえるんですよね。で、これも一緒でさ、ずっと、五百512ね。で、これ、512分の1。こっちは2401分の1ね。で、これ、ずっと、買っていけばさ、これはもう安いんですよ。1000円。あ、これ高いね。これで500円ね。これ見ようか。1枚だと2千0 1分の1。 2枚だとさ、12001分の1。3枚だと801分の1ってってさ、どん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 確率高くなってるんですよ。なんか当たりすうじゃん、これ。この93分の1って30枚で1万5千円なんですよね、500円だから。81分の1なんですよね。結構だから、結構高額で買う人多いんですよ。 で、そうすると当たるんですよね、これね。<laughs> で、500円だから、90枚でさ、くしえ4万5千円でしょ ?4 万5千円で27分の1で84万もらえるわけですからね。<laughs> 4万5千円ですからね。だから、もっとさ、もっと、もっと買うしてるわけ。 16用の人がさ、うんうん、結構ね、結構いい感じなんですよね。うん、やっぱこれがいいよね。6万4千円は出せないよな、うん僕。僕は昨日2枚買ったんですよ。だから、4千円。 1> 1 32分の1って当たりそうじゃないですか。当たんなかった。<laughs> 16分の1だとなんか本当に当たりそうだもんね。こう。一桁に入って8分の1だとさ、本当にこう、本当に当たりそうですよね。当たらない方がおかしいってくらいですよね。 ただ8八1万6万六千円するんですよね。うーんまあ6分の1とかさあ当,たる当たるんですっていう宝くじなんですけどまあ4分の1とかやってみたいよね。3分の1とかねまあこれで当たんなかったらいやね、まあ、22枚買わなくちゃいけないから4万4千円なんですよね。 4万4000円買って8万9600円がもらえればさ、まあいいよね。本当にいいよね。だから、これ、難しいけど、まあ今日もね、買ってみようと思ってて、まあ一応あと6000円入ってるんでね、入金がまあ1万円単位で入金できるんで、あと6000円入ってるんで、<laughs> まあ今日これ、 まあ、どうしようかな。あ、これ四口買っとくかな。まあ、ちょっとわかんないですけどね。まあ、これ当たるんですってのがあってね。まあ、皆さんも、あの、ちょっと当たるんですって見てね。あのスマホのアプリでもありますから。あと、まあ、パソコンのウェブでもありますからね。あの、難しくないですよ。んで、1、2、3、4とかさ、一二とかっていうのは、もう、あの、クイックピックでね。 クイックピックで勝手にバスコンピューターの方で決められちゃってる。自分では選べないし。うん。だから、あの、バイクの乗ってる人が、まあ、どういう人で力量があるとかないとか、そういうのは全く考えなくていい。クイックピックだから。うん。で、時間になったら、まあ、もう買えなくなるって感じですね。まあ、だからこれはあと2時間46分。2時間46分。あ、これはもう16分後ですね。 うん、まあこれをねちょっとあのまあ一番当たりやすいよねこれねうんまああの返金返金確率も高いしねまあちょっとあのあ当たるまあそのうち当たりますからねやってればねだから極めていって当たったら皆様にお伝えしたいと思います。 それではね、今日はどうもありがとうございました。またね、夕方ぐらいに動画を撮ってあげたいと思いますよ。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。どうもありがとうございました。失礼します。